なんとか食らいつくジェフコブ。ジェフコブ選手もすぐ投げれないですね、さっきみたいに。そしてどっちがどっちがか、やっぱり力は、力はジェフコブ。そのままスワーブジェフという力が入りきらないドロップキック。まだいける、立ってくる、立ってくる。まだ2人とも怪物だ。いや、抱えたのは岡田、ヘッドダウン式。そしてレインメーカー、ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストは IWGP 世界ヘビー級チャンピオンの高木慎吾選手に来ていただきました。どうも、3代目です。いや、これどうですか、目の前で今日ね、 B ブロックの進出者が決まりましたけども、ジェフコブ選手と岡田選手の戦い、これはもうどちらも今年戦ったことがあるという、この高木選手から見てどう思いました？いや、2人とも進化してるなと。進化してると、うん、よく俺あの2人が勝ったなとあの2人にね、もちろん俺も進化してんだけどね。そうですね、はい、もちろん。いや、でも本当そこなんだろう、武道館でね、俺も決勝に残れないのが本当悔しいなと。ほぼ1位とか言ってたけど、ほぼ1位、ほぼ A ブロックほぼ1位とか言ってたけど、はい、情けない。2位です、ね、はい、2位です、2位です。最低でも決勝、最高で優勝とか言って、最低以下だからね、はい、そうですね、まあでもそれが過酷さ、このチャンピオンでもこうなってしまうというこの過酷さなんですけど、どうですか、あのジェフコブ選手のツームストンパルダレバ刺してまた巻き戻したかのように立ち上がって旋回式。だって岡田の体重だけじゃなくて、ジェフコブ自身も120キロぐらいあるわけじゃない。ありますね。座りながら250キロぐらい、ね、200万立っちゃうっていうので、いや俺もね、松坂大輔さんが引退してね、はいはいはい、平成の怪物が引退したから、よし、高木慎吾も令和の怪物を目指すぞと言ったけど、言ってた間違いなくね、うん、令和の怪物、はい、ジェフコブだね。ジェフコブ選手でございます。決定です。で、はい、いや俺は俺で和製を目指すよ。あ、和製を目指す、まあ、ワールドクラスだと、はい、ジェフコブだね。あ、なるほど、ワールドと譲るけども、うん、和製であれば、いやでもね、おばあちゃん日本人で和製も全部ひっくるめて、まあ、ひっくるめてね、はい、まあ、持ってかれたな。ジェフコブ選手です、はい、今はね今はね。あとはこうツアーオブジアイランドを雪崩式で繰り出す、うん、これはメットライフドームで、あの岡田選手がその、うん、このフィニッシュにつなげる感じで、これで敗れてしまったと言っても過言ではない、あの技を、うん、今日は DDT で、あの足場不安定なところでしっかり切り返しましたから、ね、あれ本当一か八かだよね。いや本当そう、ね、失敗したら、まあというか、まああれ食らったら多分終わりだと思ったから、終わり、さすが岡田和親、素晴らしいですね。で俺はやっぱ全然レインメーカーね、だいぶこう使ってなかったから、うん、なんかその貯めた分があるからね、有利っていう人もいるかもしれないけど、俺は逆に使ってなかった分ちょっと錆びてんじゃねえかなと思ったけど、なるほどなるほど。このでも G1 だいぶ炸裂してたようでね。炸裂してましたね。やっぱりあの振り回してから引き寄せながらの一歩の踏み込みがでかい。やっぱあの身長の足の長さがあって、踏み込みがでかくて速い、うん、なるほどね、はい、あのダッシュも速いじゃないですか、岡田選手。まあ俺は食らったことないからね、何とも言えないけど、あ、もう全部切り返したもんね。まあ、俺としてはでも乗れない部分もあったわけよ、うん。まあ、俺はこのねコロナ禍になってからね、肘が痛かろう肩が痛かろうが、もうガンガンねパンピングモンバーも打ちまくってたよ。でも岡田はね、そこまあ分かんないよ、自分のスキルアップのためなのか、うん、分からないけどね、うん、やっぱ俺はそこにやっぱ岡田自身乗れない部分があったけど、でも試合を見たらやっぱすげえなと。もう優勝です。いや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 そう、決勝となったらまた感情論に言うと、はい、俺はやっぱ A ブロックだから。なるほどね、 A ブロックだから、もう俺はおー持ってきてますね、これ。別にイブシのファンじゃないけど、はいはいはい、まあね、台風の目でもないけどね、昭和57年生まれが今回の G1 ね、A ブロックも B ブロックも活躍したということで、なるほど、確かになんとかね、57年生まれのイブシ行ってほしいなって気持ちがある。あとはまあ例年通りで言うと、うん、この G1 の優勝者が GP の世界ヘビーとか、うん、そのトップのベルトにまあドームで挑戦したりとか、まあ、必ず絡んでくるっていうようなのが、まあ、例年を見てるとあるじゃないですか、うん。これイブシ選手に勝ってもらった方が G1 のリーグ戦直接負けてるし、借りを返せるなみたいな、そういう思いはあるんですか。だからそういう、まあ、思いももちろんあるんだけど、うん、それ以上になんかこうイブシに
名古屋で負けて、はい、うん、別にこれで1勝1敗とか言う人もいるかもしれないけど、うん、なんかなぜかね、あの本当4月以前イブシがタイトルを持ってた時とこうまた時が戻ったようなね、変な感覚があってやりきれない思いがあってね、じゃあちゃんと借りを返したいと、返したいからイブシ上がってこいって気持ちが強いね俺は。なるほど。ドームでできなかったでしょ。うん、できなかった、うん、じゃあその高木選手自身の G1 を振り返っていただくと、そのほぼ1位っていう、なぜほぼ1位になってしまったのかと、まあそのイブシ選手とザック選手に敗れてしまって、うん、最後に最後で裕次郎選手であの横浜という場でね、G1 前に査定マッチだとか言ってやってたあそこの場で仕返しをされるみたいな、ね、トラウマだよね。横浜で裕次郎って、横浜でそういうなんか演歌ありそうだけどね。横浜で裕次郎なんかありそうですね名前的にもね本当それもう俺も本当ね、あの試合ダメージがすごいでかかったわけじゃないんだけど、はい、もう4時ぐらいまで、ね、悔しくて出れなかったの。だけどもう切り替えようと、はい、でも俺はベルト持ってるんだから切り替えようと、うんうん、またねこのザック選手もね黙ってなさそうですしね。ザックもねなんか言ってたね、言ってましたし、うん、もちろんザックともやっぱ決着つけなきゃいけないと思ってるし、うん、うん、まあでも敵が多いのはね、あの贅沢な悩みということで、確かに、うん、やりがいありますね。チャンピオンとしてはもう次がどんどん来るから ね、うん、はい、ということでですね、優勝決定戦は、イブシコータ選手と岡田和親選手ということになりました。これはもう明日日本武道館大会ありますんで、ぜひ皆さんライブ配信で見てください。その他のカードも、発表されると思いますんで、常にこうホームページいろんなものをチェックしていただいてですね、楽しみに明日を待っていただきたいと思います。はい、はい、最後高木選手何かチャンピオンとしてありますか。はい、まあ最低でも決勝、はい、最高で優勝と言って、はい、最低の決勝すら出れなかったけど、出れなかった、もちろん俺も、うん、明日は試合するつもりだから、はい、ぜひ、試合を楽しみに見ていただけたらと思います。ということで俺たちの言いたいことは以上だ。